大和証券本社ビル時代、大和五福京ビルは東京都千代田区大手町にあったオフィスビル。1956年、外堀通りと永代通りの交わる五福京交差点の北西角に完成した。東京駅の北側に隣接する地上9階建てのガラス張り、浅緑色の外観はまだ戦後の復興色の残る東京ではひときわ目立ったという。 本ビルは廃線からの復興を象徴する最新 A ビルの代表格として地方からの修学旅行生なども見物に訪れる名所で昭和30年代のサラリーマン生活を描いた映画日本無責任野郎やサラリーマン出世対抗期など数多くの映画のロケなどにも使われた。竣工以来大和証券が本社を置いていたが同社は2007年に グラン東京のオノースタワーに移転した。その後2010年より人材派遣会社パソナが一等すべてを使い本社を置いていた。壁面、屋上緑化が施され、ビル内の農園では米や野菜が栽培されていた。地下2.3階は隣接する日本ビル、朝日生命大手町ビル JX ビルとつながる日本パーキングセンターとなっていた。将来的には、 これらのビルと共に再開発が計画されている。三菱地所による時は橋地区再開発事業に伴い、2017年6月で閉鎖し解体されることとなった。再開発事業区域にあるビルの中では一番古いビルであった。ありがとうございます。